森戸道は、日本のゲームプロデューサー、イラストレーター、株式会社アークシステムワークス取締役、アミューズメントメディア総合学院ゲーム、グラフィックデザイナー学科卒、アークシステムワークス入社後、ギルティギア X 以降のデザイナーを担当、後にディレクターコンシューマー作品のプロデューサーを経て、プロデューサーとして制作指揮を取るようになる。その後新たに、 ブレイブルーシリーズを立ち上げ、プロデューサーとして現在までのシリーズ全作品で携わっている。また同シリーズではシナリオキャラクターイラストも担当。黒サングラスをトレードマークとしており、ブルラジ内ではサングラスをかけたシャモジのようなイラストで登場する。これはギルティギアシリーズにおいて ABA の持つ武器パラケルスの声を担当したためであり、 本来はシャモジではなく鍵型の斧である。石渡大介とは入社以前からの中であり、同じアミューズメントメディア総合学院卒業生として、同行テレビ CM にて共演した。イベント本番前には緊張しやすく、共演者からは、毎回毎回強烈と評される。趣味は車。ありがとうございます。